そうじゃないの、しっかり自分がやらなきゃいけないっていう責任感もありますし、まず守備っていうところで僕はしっかりプレーしないといけないなっていうのは思ってます。新人時代、現役時代、引退後のキャリア、プロ野球選手としてのさまざまなステージで、これまで公に見せたことのない姿をカメラが追った。これはそれぞれの一歩にフォーカスした8人の物語である。社会人野球チームでの活動を経て、プロ野球の世界で活躍する源田壮亮。球界を代表する内野手源田はどのような野球キャリアを歩んできたのか。今日は内容的にもすごく良かったので、こういうバッティングを継続していけるように、明日からも頑張りたいと思います。父の影響で小学校2年生か3年生ぐらいの時にソフトボールから入りました。ソフトボール始めてどんどん楽しくなって、僕も進んでテレビで野球見るようになったりとか、そんな感じでどんどん変わっていきました。幼少期の源田も足を運んでいたプロ野球キャンプ。源田は埼玉西武ライオンズのチームキャプテンとしてそれに参加する。今年も始まったなっていう感じで、毎年幼稚園の子供たちの演奏とかっていうのを毎年見てて、僕も子供の頃は大分に住んでたんで、宮崎に行ってジャイアンツとホークスのキャンプに行ってたんですけど、僕はユニフォーム着てる人みんなに走って行ってサインくださいって言ってたんですよ。今考えたら多分裏方さんにも言ってるんですよ。でもそれだけこのプロ野球のユニフォームって日本に12個しかないし、本当かっこいいなっていうのがすごい、そういう思い出はあるんで、今の子供たちにとってもかっこいい存在でありたいっていうのはありますし、声かけられたらやっぱ手振ったりとか、そういうの一つでずっと思い出に残ってくれるのかなっていうのはあるんで、そういうところは意識はしてます。子供たちにとってかっこいい存在でありたいと語る源田。当時の源田はプロ野球についてどのように考えていたのだろうか。プロ野球選手になるっていう強いメラメラしたものがあったっていうのはあんまりなくて、大学とかいろんなところからお声をいただいて、まだ野球続けれるなら続けたいなっていうので大学に進んでっていう感じなんです。全日本の合宿に呼んでもらった時に、雑誌で見るようなプロ野球選手に今みんななってる人たちと一緒にやって、もっとすごいと思ってたんですよ。正直全部ホームラン打つし、空振りしない、ファール打たない、エラーしない、そういう人たちの集まりだと思って参加したんですけど、あ、意外と自分も頑張ればこれチャンスあるぞっていう気持ちにそこでちゃんとなって、プロっていうのは結構強く目指すようになりました。プロ野球選手を目指す過程である人物との出会いが源田に大きな影響を与えた。トヨタに入社して、その時の内野手のコーチの則田さんって方なんですけど、それまでの守備についてちゃんと指導してもらったことがほぼなくて、初めてこう自分の守備のダメなところとか全部ダメ出しをしてもらって、そういう経験がなかったんで、すごく嬉しくて、この人についていこうっていうか。柔らかい性格なんで、すごいなんか周りにすごい人が寄ってくるような温厚な感じの、なんか青年って感じでした。僕も現役やっててショートも持ってて、やっぱり自分のミスで負けたこともありますし、同じ思いをさせたくないなっていうか、やっぱ練習からしっかり丁寧にしないと大事な試合に出ちゃうよみたいな話とかあったような気がします。恩師との出会いが次なるステージへの一歩となった源田。現在はチームキャプテンとして野球に励む。もう本当に
年下の選手後輩がすごい増えてきて、はい、あっという間に7年目になって30歳になっちゃったっていう感じなんですけど、僕が1年目の時試合でいっぱいミスもしましたし、それをやっぱ先輩たちがいっぱい声かけてくれて救われて、次の日また試合頑張れたんで、今度は僕が後輩のフォローというか、そういうものはいっぱいしたいなと思いますし、ずっとこうライオンズっていうのは続いていくんで、そういうところは意識はしてます。どんどんこう見られる立場になってきたので、後輩とかにやっぱそういう声をかけはする分、普段から行動だったりプレーだったりグラウンド上での顔つきだったり、そういうものは意識してしっかりしようっていうのはあります。活躍を重ね、周囲からの期待をより大きく背負うようになった彼は、なぜプロ野球選手としてのキャリアを選んだのだろうか。単純に僕野球が好きなんで、ちっちゃい頃から一回も野球嫌いになったことないし、野球が好きでやってきてて、今こういうチャンスがあるなら、まあ、どうなるか分かんなくても僕はプロで野球やってみたいですっていうので行ったんですけど、好きなことが仕事になるっていうのはすごく幸せものだなと思います。プロ転向後、一貫して素晴らしい成績を残し続ける源田。そんな彼にとってのプロ野球とは？プロ野球とは、なんだろうな。夢かな。本当いろんな人にとって、ちっちゃい子供もそうですし、球場に仕事帰りに来てくださる大人の方もそうですし、はい、なんか普段の日常とはちょっと違う気持ちになれるような、ちょっと夢の世界というか、はい、そんなところなのかなと思います。はい、彼子供がやっぱ生まれたんで、物心がつくまでプレーしてほしいなというか、お父さんすごいよねっていうところを、まあ、子供に見せてほしいですし、今まで以上にやっぱ体のケアとか、まあ、しっかり怠らずやって長くプレーしてほしいなと思います。僕は野球に夢をもらって、野球が好きでいろんな友達ができてっていうところで大きくなってきたんで、日本の野球界がどんどんもっと発展して、野球人口がもっと逆に増えていくような、何かそういうのに貢献できるようなことは積極的にやっていきたいなとは思ってます。プロ野球選手としてのキャリアの中で悩み立ち止まることもある。それでも彼らは歩み続ける。その先に何が待っていたとしても、彼らはそれぞれの思いを胸にこれからも躍進していくのだろう。どんな一歩にも価値がある。働いて笑おう、パーソル。